曇り空のもと、東京レース場芝 2400URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。3番人気にはエアグルーヴ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ヘイエムオペラ王。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。秋の三冠馬娘、ライスシャワー、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、先頭は18番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はライスシャワー、さらに11番少し後ろから7番第1コーナー回って第2コーナー、ライスシャワー落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。18番快調に飛ばしていきます。さあ、花に立つのは18番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番、2馬身3馬身開いて山のクロス、さらにライスシャワー、ハッピーミーク吹走、その後エアグルーヴ、そのうち並んで岩早秀11番吹走、さらに外から12番、それを見るように14番、そのうち並んで8番内を回って4番、1馬身離れてエルコントルパッター、内で5番、向こう正面に入って先頭から進学までおよそ9馬身、順位を振り返っていきます。依然として18番続きました。玉もクロス3番手にはライスシャワー、それを見るように岩早秀8番、続いている少し後ろから7番、それを見るようにハッピーミーク、その外並んで11番、そしてその外12番、差がなくエアグルーヴ、それを見るように4番、14番、並んでくる、それを見るようにエイエムオペラ王、そのうち並んで塩野ゾン、さらにそのうちからは5番、残り 1000m を通過、そしてエルコンドルパター、後方2番手に10番、最後方15番、玉もクロス先頭を進みますが、これは正解でしょうか。上がってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大きな木を越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。ライスシャワー前を狙っているぞ。さあ、誰が最初に仕掛けるのか。ライスシャワー2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって前進を、ライスだって抜ける。ライスシャワーここで抜け出した。残り400、ライスシャワーこのまま押し切れるか。ライスシャワー足色は衰えない。ライスシャワーリードは1マッチ、玉のクロス食らいついていく、200を通過、先頭はライスシャワー変わらない、これは強い。ライスシャワー突き放す、先頭はライスシャワー、1着はライスシャワー、見事な走りで勝利を手中に収めました。ライスシャワー URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着には浜のクラス、3着に入った